塩野末彦1月1日昭和24年1月7日は日本の司法官僚、政治家、司法大臣である。思想検事の主流派として活動し、潮の罰などと言われた、検察内の主流派罰を形容していったことで知られている。東京府瞰田区に司法省管理で、旧松白藩市の山寺新日の絵の三男として生まれるが、 父の病死により王子にあたる塩の義賢の養子となった。養父は東京地裁検事局検事生だった。松代の山寺家は藩の軍部業や自社部業を務める、いわば司法の家系であった。番長省から一中、一校を経て、明治39年7月に東京帝国大学法科大学法律学科卒業。同年、司法官司法。 静岡地裁予備検事から大阪区裁判所検事、東京区裁判所、東京地裁検事を経て、大正11年に東京地裁専任辞席検事に。以後、司法省参事官から東京高訴院辞席検事、東京地裁検事局検事生に就任、同局辞席検事に松坂博士生がついた。この頃、東京地裁検事局に思想専門を設けた。さらに、 昭和5年に、司法省行計局長。昭和9年名古屋高訴院検事長。昭和11年12月、大震院検事局次長就任。昭和12年2月から昭和14年8月にかけて、林内閣、第一次、この江内閣、平沼内閣の司法大臣就任。昭和14年1月から4月の間、定審大臣を、兼務。戦前にかけて、俗に、 司法、検察人事では、平沼慶一郎、鈴木喜三郎らの流れを組み、初期の社会主義運動、大逆事件の指揮に当たった小山松吉らを経てのち、思想検事は、塩野罰が主流とされ、刑事警察を上道とすべきとする、小原忠氏らの小原派と対立関係にあったが、小原派は、長尺小派発ゆえ問題とならなかった。事件などで、 実質的指揮を取った、松坂広正、思想検察を確立した、池田勝、戦後でも、経済検事の流れを組む馬場義継と対立関係に、あった、岸本義弘、井本大吉らにたどれる。師匠にあたる小林義夫や、竹富あたる、小原忠氏らは、葉隠れの思想の体現者のごとく、政治家が今にいなくなり、政府が時期になり立たなくなるとの批判が出るまで、 政治を食追求に厳しかった。塩野らの寄って立つ国家有用論は、いわば政濁合わせのむ、融通性をもって古くは、桂太郎、そして平沼木一郎の支持を取り付け、一大派閥を形成した。他方で、検察首脳の裁量や、さじ加減により、国家有以下で、政治家や、官僚の選別、政治犯の選別が基礎、 予診段階でなされ、検察ファッションにつながるとの批判もあった。だが、一方では受刑者の社会復帰を重視し、日本の行刑の近代化、刑務所の待遇改善に貢献。こうした自責や人に慕われる性格もあったことから、検事のみならず受刑者からも慕われることもあったという。関わった事件には、シーメンス事件、3.15事件、4.16事件、 東京市会議国事件などがある。3 1号事件では、私有財産否定を要向に掲げる、秘密結社共産党に戦後に至るまで再起できないほどの壊滅的打撃を与え、さらに、司法省行刑局長から司法大臣時代に関わった、定人事件では、影の主役とも言われている。司法大臣の地位に長くあったが、昭和14年8月逃げや、 日本法律研究会を主催し、中空外国への戦時手法体制づくりに積極的に関わっていくこととなる。戦後、昭和20年12月から昭和21年8月にかけて永久戦犯容疑にて、菅もプリズムに収容された。公職追放となり、追放中の昭和24年1月死去。息子の塩の義系は、東京高検検事長、法務事務次官を経て、 最高裁判所判事を務めた。孫の竹彦は最高権検事、福島地権検事政党を務めた。ありがとうございます。